なんだ、お前もサボってんのか。そうなんですか。私たちもですよ。調査兵団の任務はきついから、休めるときに休んどかねえとな。でも任務がない日は訓練兵団にいた頃よりも気楽かもしれませんよ。教官がいないですし。それは言えてるな。俺だってキース教官は巨人の次に恐ろしいんじゃねえかと思ってるくらいだ。誰が巨人の次に恐ろしいんだ、スプリンガー。あ、お久しぶりです。じゃあ、俺たちこれから自主訓練があるんで。なっ、サシャ。そうなんですよ。あ、もう引かないと。教官、失礼します。あいつらは相変わらずか。おい、他の104期生も元気でやっているのか。そうか、それなり程度でちょうどいい。常に緊張感を持っていなければ兵士は務まらんからな。しかし、あの二人を見ているとどうも不安だな。どんな困難な状況であれ、兵士なら逃げ出すべきではない。訓練兵団を卒業してたるんでいる者がいないか様子を見るとしよう。あれ、キース教官。貴様ら調査兵団に入ったそうだな。調子はどうだ。この先もその元気が続くといいがな。ジャン・キルシュタイン、貴様は憲兵団志望で成績も10位以内だったはずだが。はい、そうですが、今何をすべきかを考えて自分で決めました。そうか、アルミン・アルレルト、貴様はなぜだ。技巧に進むものと思っていたが。外の世界に出るのが僕の夢でしたから。貴様はなぜ調査兵団を選んだ。なるほど、親の仇というわけか。理由はそれぞれのようだが、目指すべき目標があるなら、その信念だけは絶対に曲げてはならんぞ。だが、半人前のままでは目標を叶える前に死ぬのがオチだ。まずは兵士としての経験を積み、腕を磨け。近く調査兵団では壁外任務が予定されているはずだ。全力で臨み、己の成長の糧にすることだ。任務を無事に終えられたな。戦果も上々だった。貴様は実戦でこそ本領を発揮できると見ていたが、やはりな。だが油断はするな。壁外ではいつも死と隣り合わせだということを忘れてはならん。これからの働きに期待している。あかん、特に貴様は肝に銘じておけ。個々の兵士が強くても戦果などたかが知れている。大きな戦果を上げたくば、歩よりも集団を優先せねばならん。貴様か、その後も励んでいるか。そうか、ならばいい。貴様らを含め104期で調査兵団に入った連中はそれぞれ持ち味が違う。自他の持ち味をよく見極めた上で、各自が果たすべき役割を果たすように心がけろ。それさえできれば必ず生き残れる。貴様らならばきっと優秀な兵士になれるだろう。卒業からほんのわずかな時間、104期生は皆見違えるように変わった。
私に？そう思ってくれるのか。だが個々の努力あってのことだろう。104期生のことは解散式の後もずっと気にかけていた。そしてこれからも勝手に見守らせてもらうつもりだ。今となっては私など傍観者にすぎんが、陰ながら皆の活躍に期待している。